これまでのあらすじ、との調査を進めるうちレイトたちは町の秘密やラモン失踪の真実を知ることになってしまう。短っ。さあ、党の最終が目指していきましょうか。あのね、問題がマジで難しくなってきます。全力で頭をフル回転させて、そしてこの町の謎を突き止めましょう。そして黄金の果実を入手するんや。俺はどうすんの、ここから。これもう先に進んでていいのかな。なんかまだまだなんか党のうわこれ落ちたら死ぬやんか。シンプルにここには謎の仕掛けがないようですね。謎の仕掛けではなく、こっからなんか謎謎やめて、なんかフィジカルで勝負しますみたいな感じでさ、どうしようサスケみたいなの始まったら、俺もう体力には自信ねえからな。ここには謎の仕掛けがないようですね。ラスボス螺旋階段登れば、ふふ最上階かな。よし行く。あ、もう最上階なんだ。あっという間だね。なんかでもそういう秘密があるんでしょ、どうせ。タップしていくとさ、あれ意外と見つかんねえな。上も行きましょうか、とりあえず。若干喉が枯れてたすいません。あ、あれ、先生、何や、あの渦巻いてる。え、うわ、なんだこれ。出てきた。下からだとよく見えなかったが、恐ろしい塔の上にこんな可愛い絵があるとは驚きだね。可愛い。どういう美的センスだ。明かりがついてますよ。誰か住んでるんだろうね。誰かが住んでるということだな。え、来た。塔を調査せよ。あ、終わっちゃった。そっか。で、どうなんのこれ。ここまで来て、え、俺前回、もしかしたらすごいタイミングがあるってことで終わっちゃったのかな。ま、でも待て待て待て、いろいろ調べてみる価値はそうだな、まだまだ。これが最上階なんだ。まあじゃあ入ってみるか、家の中に。いよいよ塔の最上階で、このまま最上階の家の中に進む。一度待、え、何これ。これ選択肢。まあ進むでいいか。あ、来た。一体誰が住んでいるんでしょうか。え、なんだこれ。うわー、すごい部屋ですね先生。普通に入っちゃったけど大丈夫かなこれ。どうやらここがブルーノさんの言っていた最上階のようだ。うん。じゃあここに黄金の果実があるかもしれないですね。とうとうここまで、あ、誰だ。え、アニメ来た、アニメ来た。ちょっとみんな、切り替えます。あ、あの時の赤ずきんじゃん。意外と背高いんじゃん、こいつ。この曲好き。なんか寂しくなってくる。胸が苦しくなる。けどなぜか聴きたくなる。そんな曲。やっぱそうだよね。こいつアロマだよ、ほら。うん。前回気づきました、僕、これ。先生、どういうことですか？いや、先生に聞かれても。ルーク、彼女が、黄金の果実の正体だよ。アロマが果実の正体？何言ってんの？彼女が、黄金の果実の正体？先生、知ってたんですか？なんで僕を騙してたんですか？来訪都市の本当の目的は、遺産相続の相手を探すことではなかった。おそらく本当の目的は自分の娘を託せる相手を探すこと、そして全ての遺産と。え、じゃあ何、俺アロマちゃんを嫁に引き入れるってこと。いいんですかこんなべっぴんさん。私の名前はアロマ。この塔に誰かが来るのをずっと待っていました。こいつは人間やもんな。だってもしかしてここに閉じ込められていたんですか。いいえ、父は私に町の外から戸が訪れた時、この塔でじっと待つようにと言い残しました。そしてここにたどり着き、私を迎えに来た方こそが私の人生を捧げるのにふさわしい人物なのだと。じゃあアロマちゃん今日からよろしくな。早速家事手伝い、あと飯も作ってもらう。三食だから気になって僕たちの様子をこっそり。でもなんかちょっと普通になんか父親の娘を思う愛というか家族。あ、なんだ、あ、このあいつだ、ドクターワイリーだ。来たぞあいつ。うわうわ、またアニメ来た。ん、なんだ、どうした。ほらやっぱあいつじゃねえかよ。なんちゅう笑い声や。なんちゅう笑い声こいつ。なにこれ。なんか、え、すごいヘリコプターの妙ルニルみたいななんかできた。妙ルニルだ、妙ルニル。あ、ちょっと待って、塔が破壊されていく。ちょ、ここはお前紳士として守らなあかんぞ、アロマちゃんを。あのルークは、ルークは一人で頑張れ。うわ、ちょっと待って、すごいとんでもなくなってきた。急いで塔から出るんだ。もうなんか問題とかクイズとかもうそういう謎解きとか関係なくなってきてる。うわあ、これもアニメだ。なんかアニメの応酬だ、最後。ちょっと待って、死ぬ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 。いや、ええ、アロマさん軽いから。ちょっと待って、そんなんされたら惚れてまうで。レイト先生かっこよく見えてきた。
こっち。いやもう惚れてもうてる。ちょっともう頬が赤らんでる。うわでも何をするの。え、何、少しだけ待っていなさい。レイトン教授にどの考えが。またアニメだ。さっきからもうこの映像のスイッチングしかしてへんやろ。何し始めんねん。急に何え、服脱ぎ始めた。あ、違う、この紐が欲しかったんだ。びっくりした、なんかちょっと展開早いと。いくらその嫁になんかね、嫁になったとはいえその段階があるやんか。レイトン教授意外と大胆やなと思ったけどそうじゃなかった。あ、嘘でしょ。お前鳥人間コンテスト出たら即優勝できるわ。で追ってくるぞあいつ。撃ち落としてくれるわ。なんか最後結局何やつ、力と力のぶつかり合いやん。謎解きどうなったんや。あ、まずい。え、嘘でしょ。え、覚えておいて、あんな衝撃で。この裏にいつか必ず晴らして。逃げたあいつ。嘘やろ、何この急展開。え、それなんだ。塔が、黄金の果実を守ってたあの塔が崩れ落ちていく。そして逃げまとう村人たち。こいつらみんな人形なんだよな。アロマ様、あ、よかった無事だった。あ、デックもいる。え、嘘。でもこの子まだ13歳とかやろ。もうキスマークついてるやん、がっつり。あ、違うわ、これなんだ、リンゴ。あ、だから果実のマークってことか。ちょっと待って、すごいとこになんかもうあんなスタンプみたいなキスマークつけて、もうそんな中なんてなったけど、あの黄金の果実だよっていう印なんだよね。先生無事でよかったですね。ドン・ボールがあんな飛行機械を持っていたなんてね、本当にどうかなるかと思いました。あの機械には驚いたね。でもこれで謎が一つ解けたよ。最初にお屋敷着いた時大きな音がしただろう。あ、してたね、そういえばね。あ、クロリアが逃げ出した後ですね。そうか、あの音は、そう、あの飛行機械、ヘリコプターが故障が何かで不時着した音だった可能性が、あ、じゃあのタイミングで来たんだ、ドン・ボール。なるほど。いや、すごいな、すべての複製が開始されていくな。そうですね、それならダイスさんが気がつかなかったの、当然と思う。すごい煙出てるけどな。それにしても黄金の果実がアロマさんだったとすると、サロメ夫人やボブさんが考えていたような遺産としての財宝なんて初めからなかったんでしょうかね。いや、それは違うよ。財宝がこの町にあるのは確かだ。え、来訪都市は黄金の果実を手に入れた者にしかわからない場所に財宝を隠してなさ。アロマさんが財宝の場所を知ってるってことですか。なるほどね。私、財宝のことなんて何も、あの胸のマークがヒントなんじゃない。来訪都の屋敷へ戻るんだ。そこで全てが明らかになる。そして黄金の果実だけの謎が残った。最後になんとレイドン教授実況プレイ始めて10分間、一個も謎解きをしていない。こんな展開になるとは思わなかった。先生もしかしてここに。この絵を見てごらん。これが私たちを財宝の場所へ案内してくれるはずだ。は、この絵が。さあこの謎を解けば来訪都市の財産すぐだ。黄金の果実が隠されている位置を押してみるんだ。なんだこれ。え、でもあの左肩にあったリンゴのマークじゃねえの。思い出してみようねえ、このなんか、iPhone のさ、裏側にあるよ。iPhone の裏面にあるよね、こういうマーク。そうだ。このドレスは肩が冷えそうだね。いや、そこじゃない、今。なにこれ、まるで隠むのか。あ、できた。思い出しました。ここですね。あ、ここにボタンがある。あ、そんな首寄りだったんだ。あ、隠しボタンだ。なんかちょっと、アダルトだな。壁が動くぞ。なんかでもさ、この屋敷の下、地下にもまだ行ったことなくない？こんな秘密が症状下に隠されているなんてね。奥へ通じる道が出てきましたね。ああ、アロマも知らなかったって言ってたもんね。ちょっと恥ずかしいんだろうね。自分の首筋を触られたみたいな感じがしてさ。うわあ、
本当にあった。金銀財宝、何でもありや。先生、どうして隠しスイッチの場所が。いいかい、ルーク。ライホード氏が大切な娘を託す人物に求めたものは、知力だけではなかった。君も見ただろう、ルーク。アロマさんのあの組の技は、彼女が笑った時に現れるものだった。え、確かに、笑ってたもんな、最後な。抱きついてたもんね、ライトンに。完全に別の表情だったわ。なるほど、そうして、だから本当に、知力も、そして、アロマちゃんの心をも、魅了できた者のみが、たどり着ける。遺産を相続する者に突きつけた最後の条件は、心を閉ざした彼女に再び微笑みを取り戻すこと。うわ、なんかちょっとお父さんのこの気持ち投げてくるな。そう、それができた者だけが本当の宝の場所を知ることができる。というわけだったんだ。じゃあルーク、お前入ってきてあかんやん。すごいです。これで全ての謎が解けましたね。アロマ、アロマよ。え、アロマ、とうとうここに来たか。この声、お父さん、お父さん。アロマ、この街はちゃんとお前を守ってくれたか。一人になったお前が寂しい思いをしないようにと、私が心を込めて作った街だ。いや、実際に作ってくれたのブルーのあのヒゲのおっさんな。とにかくここにたどり着いたならきっと私の思いは通じたんだろう。父親としてお前の成長する姿を見守れなかったことがここの声だ。うわ、なんかちょっとマジ泣けてくる。しかし私はお前に幸せをプレゼントしたかった。アロマは今幸せなんだろうか。それがお前の隣にいる人なのか。結局それはお前次第だが。さて、娘と一緒にいるあなた、よくぞ私が用意した謎を解き明かしてくれた。あなたならすでにお気づきだろうが、改めてお話をしよう。この街のすべてを、街の秘密。私は自分の夢が短いことを選択されました。ですが私には、アロマを一人残していくことの耐えられなかった。そこでブルーノに頼んで、この街の仕掛けを作ることにした。愛する娘を守ってくる街を。この街だけではありません。この街の住民たちも、そして街に仕掛けられたすべての謎も。これは私の生涯最大の計画でした。何年が過ぎているのかわからぬが、私の死は娘が成長し、婚姻が交わせる年になった時、公表するようにとマッシュに頼んでおいたはず。そ、なるほどな。それで俺の元に届いたの、手紙が。美しく成長した娘の姿はあなたの目にどう映ったのか。いや、まあ普通に付き合ってもいいかなとは思えるレベルですけど、全然可愛いんで。でもちょっと年齢がな。いつかこの街の謎を解いた者に、私の遺産と娘を託せるように。そして出来上がったのがこの街。住民たちが訪れる者の知力を試す不思議な街。きっとあなたは賢くて立派な紳士、いや場合によっては女性かもしれないが、全ての謎を解き、あ、そっか、女性の可能性もあるもんね。そしたらどうなんの。たどり着いたあなたなら、私と同じぐらいの知恵があり、私と同じぐらい娘の愛情を持っているに違いないと考えたんです。愛情か。あなたなら私の遺産を引き継ぎ、娘をきっと大切にしてくるはず。私はそう信じてる。いや、まあ財宝は遠慮なくもらっていくけど、その娘さんはな、娘さんはちょっとこっちにも考える時間が欲しいというか。あなたが宝を手にした時、町はその役目を終え、住民たちも永遠の休息につくだろう。え、それってまさか財宝を取ると町が消えてしまうってことか。よくはわからないが、この部屋の財宝を手にすると町全体の機能が停止するような、そんな仕掛けがあるのかもしれない。そんな、そうなったらみんな動かなくなってしまうんでしょうか。ただの人形みたいに。まあでも最初からこいつは人形なんだよ。命あるものはいつか必ず死ぬんだ、ルークよ。さあ、あなたの手でこの偽りの街の長い長い舞台の幕を下ろしてください。そして娘を、アロマをよろしくお願いいたします。てん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 。なんかアロマちゃんも なんかあれやで、すごいなんか不服そうな顔してて、あの時なんか勢い余って抱きついたけど、こんなおじさんみたい。すごいなんか顔のっぺりしてるし、すごい地味やし、まあいい人ではあるのは間違いないんやけど。遺産を手に入れたら町の人たちが止まっちゃうなんて。もともと遺産は君に残されたものだ。どうするかは君が決めなさい。私、遺産なんか欲しくありません。え、本当にいいのかい。この町は不思議な町、不思議な住人たちが暮らす町。私をずっと見守ってくれてた町。そっか、アロマにとってはいつの間にかこの町全体が宝物のような、自分の居場所のような場所になってたんだね。この町はいつまでもこのままでいてほしいんです、いつまでも。そうか、ではそうするといい。それで君はどうするんだい。私は、まあ、こいつの意思が一番だな、優先されるべきやからな。こんな笑顔でもうギューって抱きついてるやん。ん、どうすんのこれ。よろしいんですか奥様。サロメさんだ。いいじゃないの、これであの子に笑顔が戻るなら笑って見送ってあげましょう。あ、またちょっと待って。すごいね、サロメさんもすごい愛しているんだ。まあ、そのために作れたもんな。あ、なに、結局一緒に行くんだ。あ、みんな見送ってくれんの。え、寂しいな、なんか。デックに、マシューに、
あとアドネさんとかさ、あの女の子もいたよな。うわー、こんなあっけなく。さよなら私の町。喋った。財宝を残したことによってあの町は残ったんだ。じゃあ俺がこっそり持って帰ろう。あんな町があったなんて驚きです。今回もロンドンタイムズの一面は、ね、先生の記事決まりですね。先生の記事で決まりですね。あの町のことは誰にも言わないでおこう。なんでどうしてですか。そう、俺言うで。知れればごめん、普通に言うよ。彼女のことを騒ぎ立てる。うん、そっとしておいてやろう。いやいやいや、何を言ってんの。彼女のためってわけですね。ルーク、女性にはいつでも優しくするものだよ。で、どうすんの、この後アロマちゃん。してはね、あんな無防備な格好で。ぐっすり眠ってる。まあ疲れたやろな、アロマちゃんもな。しかもなんか、どっから来たんやろね、これ。ちょっと待って、これもしかして終わり？あ、終わっちゃったもしかして。終わっちゃったや。おい。今日謎解き一回もしてへんで。いやでもさ、待てよ、まだまだ多分解いてない謎があるはずなんだよな。それやろうか。でもストーリーめっちゃ良かったわ。何このゲーム、神ゲーとしか言いようがねえ。しかもさ、あのドンボールさんがどっか行っちゃったじゃん。まだまだなんかこのレイトン教授のストーリーは続いていくんだろうね。この後続編も何個かあるでしょ。だっていつかやりたい。うわー、くっそおもろかった。なんかでもあのレイトン教授からの挑戦状みたいなやつが何個かあったじゃないですか。まあ、ああいうのとかできてない謎がいっぱいあると思うんで、それやろっかな。じゃあ、あ、アロマの声優のとさんなんだ。へえ、すげえな。株式会社レベル5、妖怪ウォッチの会社ね。妖怪ウォッチの会社、妖怪ウォッチ以外にもいろんなの作ってる。あと今回ですね、そのこのゲームやるのにあたってですね、ちょっとあの許諾をいただきまして本当にありがとうございます。本当にレディファルの方にちょっとマジでそこも感謝。本当はね、そのレイトン教授実況とかやっちゃいけないタイトルでございましてですね、今回許諾をいただいて、させていただきました。結構だ、俺がいつやろな、中学とか高校の時のゲームなはずなんですけど、触ってこなかったので、なんか今やれてよかったわ。さあ、ジ・エンドということでございまして、うわー、なんかこうやって見るとめちゃくちゃおったんな、村の中。あ、待って、 C パート発見。あー、帰ってきたわ、帰ってきた帰ってきた。そりゃ最初こっから来たわな。アロマお姉ちゃん結構でかいね。てかルー何歳、意外と18ぐらいいってんのかな。レイトン先生たちの町。そうなんですよ。ロンドンだよ。あ、ロンドンなんだ俺らって。どうですか。あ、のとさんだ。本当にロンドンは見るものすべてが新しく、のとさんだ。楽しいです。私にもこんな素敵な日が来るなんて。かわいい。これもレイトン先生とルークのおかげです。なんだかんだ一緒に暮らすんだ俺ら。二人と一緒にいるとちょっと怖い目にも合いそうな気はするけど、これなんなん、どうなんの。とっても幸せです。お前他の男に浮気したらうるさんぞ、おい。天国のお父さん、こいつだってお前田舎から田舎からさ、東京の大学受かってさ、いきなり大学デビューして 男の味を知ってまうみたいな。俺そんなん嫌やで。でもこれまであんな狭い町に一人でおったから、これからいろんな遊びとかなんかそういう危険な、なんか歌舞伎町とか行って、なんかそういう変なホストクラブとかハマって、なんか嫌やな、そういう汚い世界知っていくの。ずっと俺の家で角張っておきたいな。だからアロマだけは絶対に他の男には触れさせへんぞ。そんな終わり方です。お、物語はいかがでしたか。エンディングを迎えてまだまだこのゲーム終わりません。そうだよね、これまでにあなたはいくつなど100問ぐらいでも取ってきたよね。あ、ストーリー内120あるんだ。秘密のモデルは様々な状況に立つことによって新しいモデルが出現する。引き続きレイトン教授と不思議な場所をお楽しみください。はい、とりあえずクリアはしたんだけど、解いてない謎をちょっとやっていこうか。
約13時間でクリアまで行きました。この謎おばの館に行くとどうなんやろ。見逃した謎が、あれ送られた謎ない、マジで、え、あとなんか8個なんすよ。112個の謎を解いてきてるのね俺。あと8個、あ、待って、こんなところに1個あったよ。まあ、ちょっと地道に探していこうか。うわー、そういえば玉を出せ3なかったなって思ってたわ。でも俺玉を出せ4をクリアしてるから待って、これやんの今から俺、嘘だろ。もうヒント見るよ俺。右下の横ブロックを右に寄せて小さなブロックを出口の位置に移動させる、やって大きなブロックを下に行けるようになるだろう。あー、こういうことか。ちょっとこれぐらいのヒント欲しいよね。そうするとまあこうなるわな。はい、もうわかりません。ヒントもう一個、もう一個見ます。大ブロックを避けてできた空間を使って左上にマスの横ブロックを赤い玉の下に横に並べると、小さなブロックを左に寄せれば左の縦ブロックと大ブロックの上げる空間ができる。やってみよう。すごい丁寧だなここのヒント。こういうこと？あ、こういうことか。ああ、こう、こういうこと？うん。あ、なんかいけそうじゃね？え、なんか4よりむずくないこれ。いや、わかんねえ。俺、ちょっとこれは本当にわかんない。右下2つの横ブロックを下の段に横並べできると。左端に寄せれば右も、だってこれもう活字読むのも無理になってきてもう。右の縦ブロックを右下の空間に入れるかどうか。難しくはないはずだ。いや、難しくないはずはないわ。あ、こうか。あれ？なんかいけそうじゃねこれ。あ、いけたいけた。あ、ほんといけたわ。ああ、さあ、どうでしょう。僕だって鬼むず。先生の弟子ですからね。おー、いい、あった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 。118問、トランプの赤と黒。50ピカラッと。ジョーカー覗いたら52枚の1枚1組のトランプがある。この52枚をよく切って26枚ずつの2つの山 A と B に分ける。この時 A の中の黒いカードの枚数と B の中のカードの枚数がぴったり同じになるということなことは、1000回のうち何回起こるか。これも引っ掛けでしょ、どう見せたって。A の中の黒いカードの枚数と B の中の赤いカードの枚数。あー、そういうことか。え、1000回じゃないの？これは、1000回。先生、これでどうですか？あー、やっぱそうやな。うん。これもなんか結構しょうもない系だわ。1000回中1000回、52枚のカードの中に赤いカードを黒いカードとすると26枚ずつあると。うん。だよな。これは、皆さん、よくわかんなかった人は、ちゃんと動画をストップして、読んでください。今の解説を。おし、これあった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 。大きな数字。図のように9つの四角い枠が並んでいる。中央の枠を通る縦横斜めの並びのそれぞれで、3つの枠の合計が全て等しくなるように、1から51の数、あー、これ魔法陣みたいなやつか。さて、合計の数字が最大になるようにしたとき、中央の枠に入る数字は何だろうか。1から51の数から異なる9つの数を得ていく。なんか問題すげえ複雑じゃないこれ。なんか発想力の問題やなこれ。わかんない。51なんじゃないの？真ん中に51が入っても成立させられそう。どうやるかわからんけど。多分いちいちね、一個一個計算しない問題だと思う、これ。どうでしょう。あ、ほら、やっぱりそうだわ。うん。ただそのわかんない。真ん中に51入れて、あと何入れるかわからんよ。まあ、でもなんかいけそうだよね。そうだよね。オッケー。なかなか手強いなとしたね。いや、そうでもなかったな。ここにもありました。あと5個だね。謎111番、組み立て正方形。うわぁ、なにこれ、図の4つの部品のうち3つを組み合わせることで正方形になるという。だとすると、使わない部品は A から D のどれだろうか、囲んで考えようか。組み合わせた時に部品を回転させても構わない。いや、ごめん、これ、即答できねえ。あ、正方形って、ごめん、立体的にするんじゃねえわ。あ、なるほど、なるほど。オッケー、ちょっと待って、わった。かっちりはめればいいんだもんな。なんか C の上に D がぴったりはまりそうやね、これ。と、具体的にはこういう形になるはず。こうやって。あ、待って。四角を、C に D をはめると、なんかこんな風になるんじゃない？
ね。で、ここに例えば A か B がきっちりハマるのか、そしたらどっちかを除外できそうだけど、どっちもハマんなそうだな。例えば、じゃあ A に B をはめてみるか。こういう形で。お、待って、これをやることによって C はま、あ、待って、ここに A のさ、ここに C はまらん？ひっくり返して。あ、これ D がいらないわ、じゃあ。どう？これでどうかな？きっちり、ちゃんと解ききれました。よし！解けましたよ、先生。えらいな、俺。簡単すぎたわけではないけど、ちゃんと今のも当てずっぽうじゃなくて、しっかり考えて解く。お、あった。めちゃくちゃ取り逃してるわ、俺。切り分けて。ん？真っ赤に塗られた木の立方体がある。これをどのような切れ目で切り分けると、27個の小さな立方体ができるが、それぞれ赤く塗られてる面の数が違う。さて、立方体6面のうち1面だけが赤く塗られた小さな立方体は、27個のうちいくつになるだろうか。あー。4面じゃないの、これ、4面。だって、それぞれの面の真ん中以外、側面がどっかしら塗られてるやろ。え？いや、これ4じゃねえの。先生、これでどうですか？え、違うんだ。先生、すみません。一面だけが塗られた立方体とはどのような状態？え？あ、ごめんごめん。俺、この裏にあると思う。あ、ちゃあ、わ、何言ってんだ。3だ。あ、違えわ。ごめん。違う違う違う。勘違いしてたわ。待ってな、これ考えるわ。12個。12個。先生、各面に4個ずつ。え？そんな。え、各面のこの部分ずつじゃないの？違うの？俺、てっきりそうやと思ってんけど。各面のこの部分ちゃうの？あ、立方体 6面。え？俺、ちょっと待って、俺問題をまず理解できてないな。あ、ごめん、俺最初の発想やってた。最初の発想なぜか4って言ったから、これ6や。すいません、この問題の僕が言ってたこと全部忘れてください。うん。すいません、マジで頭おかしなってた。マジで頭おかしなってた、これ。あるんすよ、たまに人間って。おかしな時は。おー、なんかあったぞ、ほら。今、犬が教えてくれたで。お花畑にちゃんと謎があるのか、挑戦みたいな。なんかこれ結構序盤のやつじゃない、これ。簡単そう。20、種まきの報酬。ハジャとノロが農園で雇われて花の種まきをした。 10R の畑を半分ずつ担当して、 10R って単位ない、それ。ハジャは東側から、ノロは西側から。ハジャは 1R あたり20分、ノロは40分かかったが、種まきになるとノロはハジャの3倍のスピードでやり遂げた。2人で、100ドルの賃金を仕事量で分配すると、ノロはいくらもらえるだろう。え、だってさ、これ半分ずつ担当してるってことはさ、別にどんだけの速度で仕上げようが50、50じゃないの、これ。先生、これでどうですか？なんか問題文よく読んだらわかる系多いよね。先生、そうやんな。最初の問題文をちゃんと読んでればわかると。うん、正解だ。なんちゅうしょうもない問題出すねと思ってんだろうな。いや、こうやって見ていくと俺、結構網羅してきたな、問題いろんな。あとどれだろう？あと3問ぐらいなんですけどね。結構終盤に取りこぼしが多いのかな。あ、73もねえな。あ、このおっさん出してくんじゃん。私は町の人の出会いを管理しています。つまりあなたがこの町にいられるかどうか私の判断にかかって。うるせえ人形が。もう全部知ってんだよ俺。全部知ってんの、この町の謎を。うわ、出た出た。12の点が並んでる。この点を結んで正方形を書いてほしい。同じ点を何度使ってもいいしてよ。あ、なんかでもこれ一回やったやつの劣化版だな。同じ点をでも何個も使っていいっていうのは朗報だね。1個、2個、3個、4個、5個。ちょっと見づれえな。9個。全ての謎は必ず解ける。もっとありそう。いやね。残念だ。あ、ごめん、おっきめのやつがあるわ。11個か。11個じゃね。全ての謎は必ず解ける。11。よし、オッケー。あ、意外と、あれ、もっとあると思った。帝国紳士としてはね。あ、なんか下の6房星みたいになってるのかっこいいね。
なるほど、この町の滞在を認めてもいいでしょう。しかし、用が済んだら早く町から出ることをお勧めします。謎を知った後だからわかるけど、なんかやっぱこの町の人たちが部外者に対して素っ気ない態度を取るっていうのも、まあそれもまた一つの試練だったんだろうな。あと一個どれだ、あと一個どれ、あ、92番がない。92番探しに行こうか。あ、こいつアントニオだった最後。なんじゃお前さんたちかと、こんなところまでは父親に来るとは、この物好きのもめが。じゃが悪い気はせんで、ラッシュを取ってくる謎を歓迎してやろう。どうしよう、最後簡単やったら。30が微妙。この水道管には13個のバルブがあって、すべてががっしり止められている。矢印の方向から水が来ている。バルブを開けて、製麺機に水ためよう。ただし、開けるバルブの数が最も少なくなるようにしてほしい。左から来てるのね。水がグイーンって来て、グイーンって来て、ちょっと水がグイーンって来るでしょ。グイーン。あ、この下を通って、グイーンって来て、ここで止まって、止まって。待って、こういうのってさ、逆算した方が絶対早いな。ただこの道を通るとどうなるか。グイーンって。グイーンって来て。ここもどうだ？ここも、ここ、こうやって、こうやって、こうやって。で、ここまず1個。2個でいけそうじゃない？開けるバルブ2個でいけそうじゃない？これ。ここと、ここ。どうだ？ルーク、私の回答はこれだ。え？残念だ。違うんだ。1個でいけるバルブあんのかな？ありそうだな、でも。あ、ごめんごめんごめん。待って待って待って。ここと、こことこれ3個か。3だ。どうかな。え？残念だ。うわ、気づいた。2個でいける。待って。2個でいける、これ。こういくじゃん。ちょっと待ってな。こういって、ここのバルブだけ開けると、うわ、これ迷路みたいでおもれ。こういう風に、ほら、全部ここに繋がる。ここと、ここのバルブや。これでどうか。これおもろいな。あれ？何お前、かっこよく決めさせろや。あ、ここか、ここだ。ごめん、繋がってなかった今のは。これでどうかな。うわ、そ、こうだ、よし。謎は解けるから。これで苦戦しちまったよ、おい。おい、でもさ、これどうなの、謎、レイトの謎全部、あ、ストリナの謎全て解きました。おめでとう、来た。そしたらよ、これタイトルに戻るとね、なんかね、秘密のモードみたいなのやんか、これやってみようぜ。来た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 、週刊謎通信。うわ、こんなのあるんだ。クソむずいやん絶対。これを俺、気の済むまでも解いてみるわ。時を告げる鐘が大変ゆっくりと鳴る時計台がある。鐘が一つ鳴って次の鐘が鳴るまでの間隔が5秒。さて、鳴り始めた鐘が12時を告げるものだとするために、鐘の音を12回数えなくならない。それは何秒かかるだろう。うん、一つだけ言えることがあるとしたら、こんな時計台迷惑やわ。いや、これは意外と素直なんじゃないの。60秒なんじゃないの、素直に。さあ、どうでしょう。違いました。悔しいです先生。普通に計算なら謎なぞにはならないだろ。ちょっと怒られてんけど俺。ちょっと怒られたわ。55か。さあ、どうでしょう。55や。うん、そうやな。最後の1回は数えなくてええもんな。オッケー。勉強嫌い。先生が勉強嫌いの学生に言った。テスト前の1週間くらい毎日勉強しろ。勉強は一度に2時間続けてやらなくてはならない。しかしたなく、学生は1週間だけ言いつけ通りに勉強することしたが、できるだけ少ない時間でお茶を濁したい。先生の言うことを守るとして、1週間で最低何時間勉強すればいいか。いや、14時間ちゃんとやれ。いや、14時間。でもこれで14時間って答えたら、計算するだけだったら謎々にならないって怒られるから、普通に1時間も勉強せずに嘘つく。やりましたっつって。すべての謎は必ず解ける。よかった、これが答えじゃなくて。本当によかった。一度に2時間続けてやんなくてはいけないでしょ。あれじゃね、その夜中の11時から勉強し始めて、次の日の1時に終われば、もうその日は勉強したことになるから、8時間か、8時間でいいのかな。これでどうかな。
8時間で行きやする。あ、解けたよ。だよね。うん。そんな、お前あんな先生に向かってドヤ顔してるけど困るの自分やからな。え、でもこれ良くない？これね、あのスマホ版でやってるんですけど、 DS 版だと多分もう昔すぎてダウンロードができないやつがあると思うんですよ、問題。それを全部スマホ版には収録されてるっていう。これいいな。だせめてなんかその謎の難易度みたいなの書いてくんないと。ちょっと気になるやつをやっていこうか。こんにゃくの謎やて。図のようなこんにゃくがある。え、まあ、三角形やん。これを包丁で1回だけ切って正方形の面を4個にするにはどうすればいいか点を結んで答えてほしい。は？ちなみにこのこんにゃくの厚みは正三角形の一辺の4分の1。何を言ってんのお前は。正三角形の一辺の4分の1の厚みだから、あー、4分の1。あー、まあでもむずいな。こことかじゃないの？これ、なんか、この辺、これ系やと思う。必ず解ける。嘘、当てた！解けたよ、シュー。あ、俺、その最後の1個、これだとでも3つしかないなと思ってんけど、この、そっか、切れ目が四角くなんねや。なるほど。ひらめき系やな。マッチ棒で5つの正方形ができてる。マッチ棒を2本だけ動かして正方形を4つにする。4つの正方形を同じ大きさにすること。すべてのマッチ棒は正方形を形作るために使うこと。例えば、こういうのはあかんってことやな。だから、無駄遣いせなあかんってことや。なんかでも俺これ見たことあるな。見たことあって、こうだ。こう。できた。こうでしょ。これ、1、2、3、4。OK、OK、OK、OK。すべての謎は必ず。これなんか割と有名な問題な気がする、これ。謎は解けるから謎なのさ。この消えたエッフェル塔ってやつもなんか気になるな。何この問題。花の都パリにそびえるエッフェル塔、この高さ300メートル以上もある塔をたった2枚のコインで消してしまえるという。さあどうすればいいか。え、女の人の目隠す。これさ、なんか似てるような問題なかった？謎は解けるから謎なのさ。あの、なんだか嫁さんに、あの、なんか元カノの写真見られない問題みたいなのあったよな。あれと一緒やわ。卵の謎。何も置かれてない真四角の部屋がある。この部屋の床に4個の卵を置き、大きな鉄のローラーを持った男が部屋中くまなく歩き回った。なんでそんなことすんの。ところが卵は1個も割れなかったという。4個の卵は一体どこに置かれていたのか。え、卵はニワトリのもので普通の大きさである。図では動かしやすい大きく書いてある。あ、なるほど。大きな鉄のローラーを持ったとこ部屋中をくまなく動き回る。でもさ、掃除機とかでもさ、微妙にホコリ取れん箇所あるやんか。そういうところに置けばいいんじゃない。例えばめちゃくちゃ端っことか四隅とか。わかんねえこれ。なんか問題がすぐアバウトだわ。貼ってんのかよ。あ、確かにね、そうだな。うん、卵がちっちゃいっていう、ちゃんと実際の卵がちっちゃいですよっていう、あの注意書きが大事だったんや。果物の皿。果物が3つ皿に乗ってる。それを見てそわそわしてる人がいるのが、その人はどの果物を見てるんだろう。メロン、イチゴ、スイカ。これお前、スイカは野菜やみたいな、そういうしょうもないやつちゃうやろな。スイカとかメロンは野菜やから果物ちゃうからみたいな。果物と一言で言っても、その生育環境は様々。それぞれが育ってる様子は知ってるかな。それぞれ分かる一つだけ。二個かの果物と育ってる様子が、メロンとスイカは土から生まれてくるよね。で、イチゴもそうやんな。イチゴ狩りみたいな。リンゴは気になるんや。あ、じゃあリンゴ先生、これでどうですか。解けましたよ先生。そわそわしてるってことは気になってるって。ははははは。結構しょうもない。謎50、許されざるもの。とにかく貴重めな猫、金子さんは以下の4人の中にどうしても許せない奴がいるという。それは誰だろうか。夏目漱石、ピカソ、ベートーベン、明智光秀も全偉人やで。その人の職業に関係があるらしい。許せない、許せない奴。でもこの人たち多分みんな変人やろ。全員絶対何かしら性格に何があったから、その中でも特にってことやろ。明智光秀、その人の職業に関係がある。
我が輩は猫であるみたいな。夏目漱石、夏目漱石。さあ、え、わかんねえこれ。あ、違うんだ。先生、すみません。言葉遊び、職業に関係がある。きちょめない金子はだらしない人が大嫌い。それぞれの職業を言葉にして連想してみる。だらしない人を何でも。あー、夏目漱石は文豪、小説家、ベートーベン音楽家、明智光秀。職業かわからん。ピカソは画家やろ。ピカソ、これでどうかな。え、でもいや、もちろん悔しいです先生。職業に関係がある。明智光秀、これでどうですか。あ、これなんだ。なんで先生の弟子ですからね。明智光秀といえば戦国武将、膨張面な金子さんは武将者が許せないのである。なるほど。よし、ちょっとさ、あのレイトン教授からの挑戦ってやってみようか。最後に、お、新しい命を生み出した者の部屋。うわー、おい、先にこれやるべきだったんじゃねえの俺。ねえ、おい、60じゃねえかよ。何これ、これ先にやるべきだったじゃん。図のような旗をデザインした地上のひし形の面積は旗全体の面積の何分の1なんだろうか。難しく考えずズバリと答えと、ズバリと、もうズバリでいい、マジでズバリで言っていい。5分の1、ズバリね。これでどうかな。あー、違う。悔しいです先生。ズバリ6分の1。さあどうでしょう。え、先生、ズバリ8分の1。これでどうかな。あ、合ってた。僕だって先生の弟子ですからね。先生の弟子ですからね。へえ、小学生でも分かりそうだな。サイコロ並べ、こういう難しいのがあったんだ。60ピカラッときたぞ。サイコロの3と6だけがある法則によって並べてる。さあ、その法則を推理して右端のハテナに入るサイコロ。え、333636。なんかさ、適性検査とか出てきそうやな、こういうの。全然解けへんかった俺、就活の時のさ、SPI 検査みたいなやつ。あんなんだ、人の知能を測るなと思うけど、でもやっぱ、できなかった時に自分は頭が悪いんやっていう風に思ってしまう。一番ありえなそうなやつが逆に言ってみるわ。さあ、どうでしょう。え、なんで C なのこれ。解けましたよ、先生。並んだサイコロの目の上中下の3段目を見てみると最上段並びに規則性がある。あ、はあ、ああ、そういうことか。うわあ、ごめんなさいね、僕この今のみたいなやつ問題嫌い。三角形はいくつ。うわ、ない、出た。ちょっと待って、これ前回だから五角形が何個かみたいな問題あったよな。ちょっと待ってな、メモやな。まず1個やる。1234567891。もうこれでもやってたらわからんわ。ちょっとガチで数えるわ。15ある。いや、ちょっとこれ、このヒント、しかもピカラッとある。でもこれさ、ヒント見ても多分意味ないわ。15な、しかもなんか15って切りが良くない。これでどうですか。うわー、ちげー、すみません。いや、もうわかんねえこれ。15はある。何、30個ぐらいあんのこれ、もしかして。18個。さあどうでしょう。違うの。いや、こんなんさ、俺もう当て、もういくわこれ。17個正解していく。10、これ、あの、俺16、15までしか俺思いつかんかったんやけど、ちゃんと、すげえ、ちゃんと数えてくれてる。まあいいです、こういう問題は。新しい命を生み出したものの問題いけたね。すべての謎を制覇したものの部屋もある。うわー、待って、見たくないのあった。外周行くわ。70。図
そのような形の土地がある図に示されている部分の長さが分かってないのが、これだけで正確な外周が求められ、これ何メートルか。図の比率が正しいとは限らない。何言ってんのお前。これだけで分かる。13メートルからでしょ ?13 メートルから。待ってね。でもさ、簡単じゃない?結構。5メートルだから。え、5って3に割れないよな。まあいいや、ここが、ここも5なんだよ。ここも5で。まあここは全部足して5にすればいいだけの話だから。でもそこが分かると、3メートル。あと、分からんのが、こことここだけやんな。なんとなくの勘で言っていい?これ。あれ待って、3000メートルってこれ、1、6じゃね ?6。ここ6でしょ。25メーター。比率が関係、しいとは言ってる、そういう意味か。あ、違うわ。先生、すみません。すべての角が直角だということのにヒントがある。小学生の算数の問題出てきそうやもん、これ。ここでも6じゃなさそうやな。ここは絶対5やから。ここが6じゃないんや、多分。図の右側は入り組んでるけど、縦の線だけ合計すれば5メートルになるの分かる。そう、分かる。横の3センチどう捉えるか。もう一個ヒント欲しい。補助線を引く図形の右上から垂直に線を引くと、3メートルの部分を分断することになる。左右に分断された部分のそれぞれと等しくなる部分。こういうことか。はあ、さっぱりわからん。3メートルを左右に分けたそれぞれの部分と等しい長さが一つずつ見つかる。ということはわからない長さは3メートルと。あ、はあ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 。な、ちょ、待って、わかったかも。ここと、ここなんだ。1.5 とかって使うのこれ。24か。これでどうかな ?24 だ。違うんかい。なるほど。こことここは、あ、ここ、ああ、わかったわかったわかった。こことここは足して3メートルなんだから、5、あ、もう全部わかったわ。5、5、5、20、26か。26だ。26だ。ああ。先生の弟子ですからね。面白いね、この問題ね。数字の鍵。1から9までの数字が書かれたタイルをはめ込むことで解除する鍵がある。並べ方のルールは、縦横に線で繋がった3個の数字を掛け合わせた数字が同じ数字になる。タイルは9個だが、はめ込む場所は7個。2個は使わない。なんかレジギガスみたいな紋章になってるやん、これ。え?もうヒント見たろ、これ。根気がない人のためにヒントすいません、なんか。5は使わないらしい。7も使わないらしい。よし。じゃあ5と7はいらんってことで。縦横の3をかけた数字は72やって、ついでに言うとついで。もうほぼ答えやないかい。いやでもこういう時のためにひらめきコインをいっぱい貯めてるわけよ。例えば7かけ、え?うん、あ、わかったわかったわかった。これだ。これ9に4で舐めたら70になるよな。真ん中はこれで確定やから、あとはこれに合うやつをはめ込めればいい。こうじゃね ?8×9×1 で72。となると、ああ、もう確定じゃん。7どこ使わねえんだから。まあでもね、これ、はっきり言うヒントなしじゃ無理、無理だわ。解けましたよ、先生。ヒントなしじゃ絶対無理。なんだこの4つの玉とかやつだ、お前。おいおいおい絶対むずいやつやん、こんなの。待てよ、でも、なんか意外と簡単なんじゃない?なんかこうやって、例えば2個ずつ。あ、もう無理だ、おい。4つの玉を入れ替えるのが、1つ1つのゴールに入れるのは難しく、はい。混乱せず。手数が多いからヒントには期待できないと言っておく。じゃあ、コイン使わずに行こう。まずあれやな。この黄色いやつって動かせそうじゃない?黄色いデカブロック。デカブロックさえ動かせば、俺はなんかいける気がすんのよ。デカブロックを動かすには、まず、あ、おい、おい、おい、動かした、動かした。
なんかいけそうじゃないこれ、こういうの続けていけば。どう、ほら、ほら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 。邪魔だな。頑張ってまず1個やってみるか。なんかいけそうか。いやーでも遠い。いや正直こっからが遠い。あと本当に数手まで来てるのに、この壁が遠そうだな。例えば青どっけて、青どっけて、あ、いけたか、あ、いけたかも、あ、いけた、あ、できた、できた、みんな、俺すげえ、できたわ、できた、これクソ嬉しい。28手で解くことができる。混乱しなければ意外と簡単。二度と簡単とか言うな。出たー、99。もうこの問題ラストってことで、もうええもうこれ。あの居酒屋のじじいが出してくるやつやんこれ。あのヒント一回見てみよう。ヒントなしで言ってみよう。会話92通りもある。あ、そんなにあんの ?8 個ってことはね、これ、どういうことかわかります？これ。8個ってことは、各列に絶対1個ずついるわけよ。これダメ、ここ絶対。斜めでも、あれでも、被っちゃいけないってことだから、あれ？え？いけたじゃん、これ。あー、2箇所だけだ。うわ。これは、ダメだ。これ。でもなんか、当てずっぽうにやりまくってればいけそうじゃないこれ。ヒントくれ。ヒントはない。意地悪になったな、お前。だから、じゃあコイン返して。せめて。コイン返せや、お前。いやでも92通りもあるんだったら、いや多分ほんまに当てずっぽでいけるはず。あと1個、よし、ラストチャンス。え？あ、いけた！え、いけたわ！やった！やった！おい、解いてやったぞ、お前。本来、ジャスミンは 8×8 だから、そこの8個にクイーンを置くことから、このパズルは8クイーンと呼ばれる古典的なパズル。回転や共造を含めると92、同じと考えると12の回があることが知られている。有名なやつをパクってきただけじゃねえかよ、お前。うわぁ、やばすぎる。うわ、これ好きなやつだ。でも12個の全く同じ形をした重りがある。その中の1個だけ重さが違う。え、重いのか軽いのか分かんないんだって。天秤を3回だけ使って重さが違う重りを見つけろ。これはね、序盤にね、似たような問題があったんですよ。とりあえず重さが違うのがあるってだけでしょ。いや、これはね、結構得意よ。2個残す。例によって2個残します。2個残して、要は、天秤のない位置でも天秤を使うっていう発想が大事なんだよ、これ。はい。ね。仮にですよ、これで、均となった場合、10か2にあるわけよ、重りが。違うのが。あ、でもそっか、軽いのか重いのかが分かんないんだもんな。もう解き方分かんないよ、これ。じゃあ、いや、お前らで、とりあえず、余った10も入れてあげる、ここに。ちょっと待って、10入れた意味マジでなくない？だって10と12絶対違うじゃん、今のパターンで。なんで俺10入れたんだ。あ、じゃあ、絶対に重さが、いや、そうだ。いや、絶対に重さが、他のと同じと
いう意味では信頼を受けるのは白なのか。10と12は白だからこそ使い道があるという。あ、待って、これ特定できてないか。10は違う、3はさっき左側にいたでしょ。3が軽いなんてこと絶対ない。1か2だこれ。待って、意外と特定できたかも。答えは2、1、いや1、お前だ。違ったら2にするわ。どうでしょう。いやーん、今なんつった。今重さは毎回リセットされてた。重さの違う森は毎回変更されてる。あ、なるほど。あ、うわー、いや解き方があるんだろうな。これも解き方は一通りでないが、最初の1回は左右の皿に4個ずつ乗せるところが始まるって。これでどちらかに傾けば皿に乗せなかった4個は重さが同じだと分かると。すり合ったなら正解の物体は乗せてない4個のどれかになる。あー、なるほど。じゃあ1回やってみよっか。はい、すり合わなかったので、どうする。ヒント1で傾いたらどちらか皿から数個の重りを下ろして、もう一方の皿からその分を移す。何言ってんだおめえ。こんなことでは1回点名を使うごとに次の方法が変化する。ヒント2の後につながったな。正解を下ろした重りの中にある。これ特定できんの本当に。3回で左右の数が釣り合うように重さの分かってる重り。とりあえず9から12はこれ白やろ。まあいいや、これで一旦。あ、どっちかにある。これ重いのか軽いのか。4、6、7、8のどれかだ。もうといいです。これでどうなの。これマジでこれにヒント使ったの。もうバカじゃん。簡単なパターン来い、頼む。あ、釣り合わね。どうだ。あ、釣り合った。あ、待って、みんな釣り合った。ということは5と7で測れば。でもさ、わかんねえのか。重いのか軽いのかがわかんない。これ本当に最悪。2択外したわ。くそ、ムカつくな。あ、傾いてない。つまりだ、これで。じゃあ例えば12を下ろしてみるか。12と10を下ろして、重さが分かってる測りが左のやつで。もう分かんねえ、これバカには無理だ。じゃあ10か12だ。10でお願いします。これでどうかな。やったー。やったー。でも全然すっきりしねえ。有名な難問だが、運が良ければ簡単に正解の森を見つけることができる。あ、これは絶対に特定はできないのか。脱出パズルに嫌な予感しかしない。80。ああ、もうやだやだやだ。もうこれやだやだやだ。もう、ちょっと待って。やだ。まあでもこれはよ、意外とよ、簡単なんじゃねえか。これもでも結局、パターンってのが決まってて、まずこうなんですよ。まず絶対こうなのよ。まず。どんどんずらしていくっていう。そういう系なんだよ、これ。あらららら。ヒントを見ても解ける謎ではない。ヒント2、3を開くのをおすすめしない。そんなこと言われたら見たくなるわ。貴重なひらめきヒント、こういうの使ってくれたのにコツを教えようか。縦長の紫ブロックを右上から左、下にまとめてみる。横長のブロックを動かしてくれやすくなるだって。いや、貴重なひらめきコインとかって分かってんだったらさっきのコイン返してほしいな。左下に行けそうかな、これ。左下に寄せれるか？無理じゃね？いや、無理なんだよ。いや、いいや、俺この問題終わったらもうやめるわ、今日。ちょっとずつこうやって動かせて。いけた、いけたか、いけるじゃん、いける、これこうやって、なんかいけそうじゃない。お前これいけたら俺はもう天才だとして、ちょっと認めてほしい、みんなに。俺という人間を認めてほしい。え、
のこれ。なんかもうほぼいけてないこれ。これで赤を、あ、無理だ。何バカみたいにウキウキになってたんだろう。なんでこうなった？やり直そう。もうラストだこれ。これ以上このゲームにハマっていくと俺は出れなくなる、この不思議の街から。レイトン教授の不思議の街に囚われてしまう。毎回ここまでは行くのよ、この辺までは。で、絶対ここで積むねん。え？え？できてんじゃん。ごめんね、ママ。解けましたよ、先生。ちょっと疲れましたわ。実はレイトンにはまだまだ謎はあるというところではございましたけれども、一旦終わるわ。今度生放送とかでやりましょう。本当に終わってしまったと思った皆様、あなたたちは僕という人間を舐めている。終わるわけがないじゃないですか。全部問題解いちゃいますよ。あのね、ちょっと裏でなんか2つの部屋ってやつをね、これいじくり回しとったら満足度がこれマックスなんです。そしたらこの後にね、裏問題みたいなやつが出てきたんですよ。なので今からそれをやっていきましょう。で、おそらく多分それを全部やると最後のが開くんじゃねえの。ほら、レイトン館長とほらほらね。で、右下にさ、すべての謎を制したものの部屋ってあるじゃん。だから、この人の心を捉えるものの部屋、これをクリアすることによって、最後の関門いけんじゃねえかっていう。行くわ。あ、なるほどね。これ、アンナさんの部屋で行われるんだ。あ、でも50なら簡単じゃない？図のように数字が並んでいる、ハテナに入る数字は何か。どうすんのこれでなんか、7とかやったら。一回入れたろ、試しに。これでどうかな。そんだけないよな。悔しいです、先生。あるルール並んでると。1、2、3、1。1、2。ひとまとまりか、ふたまとまりか、三つまとまりか。1、2、3、1、1。わかんねえや。1、2、3、1、1。1、2、1、3。え、これ俺わかったかも。え、これ1かもしんない。ちょっと待って。1じゃねこれ。あ、だったら理由説明するわ。これでどうですか。うわ、これあれじゃね、先生の弟子ですからね。大晦日から正月までの日付なんじゃないの。うわ。俺今日冴えてるわ。ちなみにこの2人の部屋から僕あの1日空けてるんで、はい、昨日までの僕とは違います。殺し屋の名前、あ、音符だ。俺音符読めるんだよね。トーン記号、これ4分の4分しか。黒い影。殺人事件の捜査官が犯罪組織内のスパイからある殺し屋の名前を伝えるメモを入手した。他の人に見られてもスパイであることがバレないよう暗号に書かれている。果たしてこの暗号が解けるだろうか。ひらがな4文字だという殺し屋の名前を答えてほしい。あー、むずそうだな。16分音符だよね、あのクってやつは。で、ロが32分音符だよね。ク、ク、ロイがゲー。なんか、歌にしようと思ったけど意味がなかった。でもね、多分ヒントになっててか。黒い影。下のやつが、くの倍？くの倍って考えるのどう？倍をどう表現するんだ？しかもひらがな4文字なんだ、犯人の名前。わかんねえな、ヒント欲しいな。あえて1個間違えるか。さあ。あえて1回間違えて、残念出して、楽譜につけられた歌詞の意味を考え、音符との対応が鍵。OK。ちょっとごめんなさい、ばっこりヒント使っていい？黒い影の母音だけ抜け出してみよう。うお、い、あ、え。あー、うろ、あー、なるほど、そういうことか。それぞれの音符が、音符というかその、16分音符で32分音符だったりっていうのは、要は、あれか、書きくけこを意味してるんだ。母音を意味してるんだ。ってことは、家業の、こだ。左はこだな。こ、ろ、あ、殺し屋の、あ、右だね。犯人の名前は右だわ。右の4つだわ。簡単そう、これ。
ちょっと待ってな、ここあるじゃん、ここの文字、ここの文字は作業なんですよ。作業の参照だから、さだ、さ、あか、さ、た、な、は、さば、さばろ、ばじゃねえ、さべろ、さべろう、さべろ誰さべろうって、全然違うくらい絶対。あ、サブローか、ちょ待って、ブだ、えじゃねえわ、うだ、う行だから、あ、サブローだ、サブロー、犯人はサブロー、さあ4番サブロー入った。なんかちょっとそのピアノとかやってる人は有利かもしれないね、これね。うん、あ、この暗号はなかなか面白い。しかもヒント1個目のヒントがかなりクリティカルだった、俺の中で。データ70、赤と青2だって。うわ、しかも何これ、 ABC って名前ついてるけど、それぞれの ABC の玉がマス目並んでる。この赤と青の玉の位置をすっかり、あー、もう位置まで固定ってことか。わかった、これはちょっとガチります。なんかでもこれ似たような問題一回やったよね。ちょっと待ってな、だからこれは最初に多分 A をぶっ込むとかじゃないかな。こんな感じでやっていくと、こんな感じなんだよ、多分。こんな感じ。コツがマジであって、これちゃんと。もう俺なんてかかってもいいや、もう。やべ、A だけ残っちゃった。あれ、なんかいけそうじゃないこれ、みんな。てかさ、この中で、入り替えれんのよ。AB したからさ、先にまずさ、で、A どうしよう。あれ、A ってどうやって出すの待ってな、一旦こうして、A ちゃんをこういう風にするでしょ。で、あ、こうだ。A をここに潜り込まして。よし、これでまず赤と青の入れ替えを完成したでしょ。すると、この盤面を使って D、いけんじゃねこれ、無理かな。先に A を出したいけど、 A、 あ、てか違う、あ、こうだ、あ、分かったか、もう多分もういけるわ。ほら、いけたでしょ。あ、これクソ楽しい。 A は一番下でいいんだ。で、 A ちゃん、B ちゃん、D ちゃん、C ちゃんだ。さあ、どうでしょう。あ、ね、これそんな難しくないと思う、多分。僕だって先生の弟子ですからね。実は、あの脱出パズルに比べたら全然ぬるい。これで、あ、すべての謎を制覇した者の部屋来た。特にストーリー性もなく始まるんだ。じゃあ、行ってきますか、133。あ、出た、財宝の部屋だ。70。もういいわこういうの。3478の図の式の空欄に当てはめて計算を成立させる。何を言ってんだおめえは。これでもあれでしょ、要はあのボックス買いってことでしょ。だから適当にやってる。何通りある、これ。これ何通りあるんだっけこれ。2478。いやでも64通りぐらいあるか。3478のボックスだもんな。こういうなんかシンプルな算数の問題やめてほしいな。最後かけるカッコでできたものとかけると10になるんでしょ。かけて10になるものなんてある？何々点5とかマイナスとか使うのかな。これマイナス使うんだったらまた話変わってくるか。10になる問題なくない。あ、俺これ多分無理だわ。4引く3を例えば1でしょ。あ、違うね。基本的な問題、掛け算割り算を先にやる。3割る8ってさ、3割る8って割り切れなくない。あ、わかった。ちょっと待って。その方式でいくと、ここの割り算注目じゃない？これ、割り切れる組み合わせにするんだね。例えば、40を、待て。40は8で割り切れる。0.5 になるんじゃない？ 0.5？ 違うな。いや、0.5 か。40にして8で割り切ったら、0.5 になるから、3、3.5
0.5-3 で、3-0.5 で、2.5×7 で、10になるわけない。どうでしょう。先生、すみません。なるわけねえじゃん。うん。え、これって、割り算先やんな、左の括弧の。割り算で出てきたものを左から引くってことやろ？あ、待って。8÷4 ってできない、普通に。8÷4は2でしょ。3-2で1、1×7 で7か。ね、これ細かいね、その、分数とかの問題だったら俺マジ無理なんだよ。中学校行ってねえから俺。中学校行ってないやつにも考慮しろ、マジで。わかるわけねえだろ、こんな問題。これクイズじゃねえよ。謎々じゃねえよ、これ。ただの計算問題じゃねえかよ。3÷8 で、え、だから割れないんだよ、3は。3÷4 は？ちょっと待ってな。何ができればいいんだ？一旦。かける、え、キモすぎる。ヒントばっこり見るわ。分数で考えてみよう。だから分かってるな、そんなの。ヒント1になる通り、普通に計算しようとするととても難しくなる。計算結果の分子が分母の。え、もういいや。一番右には8が入る？統合の左側が。お前そんなヒント俺に与えちゃいけねえよ。もうそしたらそんなこんなのそうだりいくんだろう。これでどうかな。当たり前じゃん。確か、3の純不動は24通りだから、24パターン試せば大丈夫。どうそれ。もう、あのね、無理やわ。どうでしょう。これは、あの、レートンじゃない。この問題。すみません。この問題、レートンとは言わん。なあ。これでどうかな。先生。俺さ、その分数が分からんねんもん。学校行っとらへんねんから。ひらめきコインあと3個しかねえ。まだむずいのいっぱいあるでしょ、だって。あ、いけた、いけた。あ、これなんだ。はい。何の達成感もない。ん？あ、こんなのやったわ。4、7、引くで4分の5になるのか。あ、4分の5を8でかけたら10になるんだ。へぇ。え、この手の問題出たらどうしよう、この後。80ピカラッと来ちゃった。土地の分配、遺産を土地として相続した4人が分配で揉めている。同じ形になるように分配したいんだが、それぞれの土地に家と井戸が1個ずつ1つ必要。どのように。うわ、これ簡単じゃない？なんかチョコレートの問題でこういうのあったな。同じ形になるように。井戸と家が、でも、まずさ、こいつじゃな、ここの左の井戸、これ誰の家になるのこれ。絶対この人基準でしょ。この井戸の持ち主。というか、4分割ってことは9マスずつなのか。9マスずつだ。いや、これ簡単じゃね？例えばっすけど、こういう形どう？これ9になってないか。あ、待って。これ9なる、あるよね。で、あ、ダメだ。これやっちゃうと、偏る、上の人に井戸がいかなくなる。あー、これむずいな。いや、これノーヒントでいこう。これノーヒントでいったら、ひらめきコインあと2個残ってる。2個使える。最後の問題に。有終の美を飾るんだ。なんかでもこんな感じになりそうですけどね。こうして。でもこの時点でアウトではないか。同じ形ならいいんだから。めちゃくちゃむずいわ、これ。悪い、これ舐めてた。これめちゃくちゃむずい。だからノーヒントでいくぞ。いや、思考すればわかる、これは。ヒントが意味ないパターンだ、これ。なんかこういうシンプルな形じゃなさそうだよね。一個言えるのは、右上。だ右上は、こんな風になるんじゃねえかな、なって。で、やっぱ左の青い家の井戸はここだと思う、絶対に。ってなると、だってこの、オレンジの家がさ、あ、一応このパターンがあるのか。オレンジの家がこういう風に色をかくばうパターンはあるけど、そうすると、どうあがいても、左の2個の家で、この色取り合えないじゃんっていう。だから黄色の、間違えた。先生、あ、一応ヒント見ようか、じゃあ。どうですか。
しいです先生。これでは揉めるばかりだ。あ、ヒントくれねえ。だからこの組み合わせはほぼ確定って、こいつ。黄色の右下の井戸。これは絶対黄色の家のやつなんだよ。そこを軸に考えるともいいかも。同じ理由で右下もそうかもね。だから、こんな感じにして、となると、青い家の井戸は右か左下だけど、赤いやつが、左下の井戸をね、占拠しようとすると、もう多分オーバーしちゃうんですよ。マス目を。こんな風にして。まあ、それこそこういう形でもありやけど、そうすると絶対に、土地余るから、だから、井戸の位置はちょっと仮定しようか。井戸はやっぱ、この、こいつの赤い家の井戸は、これだわ。これ。だからこう。え、俺賢くね？すると、この、こう、こんな感じ。で、それぞれの井戸は、井戸の分配こんな感じでしょ。ねえ。いや、別に、ちょっと待って。こういうのでもいけんのか。これでも、一応これでもいけるわ。あー、だる。だるいな。9マス出る、9マス。なんかでも分かってきたかも。形はかなり歪なんじゃない？でも俺こうな気がしちゃうけどな。例えば、こう、これで、これだと5マスだから、これだ、これどう？これどうっすか？これ。これどう？みんな。この9マスずつの形。絶対違うな。右下がこれで無理だわ。待って、じゃあ、ね、これ、この問題マジで考えたやつやばいわ、これ。ごめん、俺これヒント使うわ。分割された土地の形は4つとも同じ形になる必要がある。土地全体の中央から分割されると考えてみよう。土地全体の中央から分割。もう一個。家同士、井戸同士が接してるところは当然分割線が通る。あとは地道に考えてみましょう。もう、だ使い切っちゃったひらめき公園終わったわ。中央からってことはこういうこと？いや、お前これさ、無理だよ、これ。なんかコツとかあるんすかね？しかも大体さ、妥協しろよな。お前ら。無理だろ、この形を、そんな、なんで一歩も譲らんの？ちょっと家賃とか多めに払うとかでさ、すり合わせたらいいんじゃない？なんできっちり土地を分かっちゃうとすんの？多分全員が不幸になる気がする。いいじゃん、こういうので。こういう風にして、ね。あ、これはダメか。で、こういう風にしてさ、ちょっとマス目が少ない人はその分、いや、家賃少ないとか。これで良くない？ええやん。判定、お願いします。どうでしょう？うん。悔しいです、先生。別に揉めへんって、お金が全部解決してくれんねんから。あ、え、できた。できたかも。え、全然できてない。でもこれ一応、わかる？みんな。これ一応ね、9分割になってんの。土地は。土地自体は9分割されてる。同じ形じゃなきゃいけない意味がわからない。なんで？同じ形じゃなくてもええやん。これ一応9分割になってるよな。ちゃんと井戸もあって。何がいけないって言うんだ。後にしよう、これ。後にします。俺これ先に見ときたい。この究極の脱出パズルってやつ。あー。あー、来ちゃった。これ今気づいてんけど、脱出パズルって多分2シリーズぐらいあって、シリーズ追うごとにこの緑のパネルが減ってってんのよ。前のやつは、緑8個あったよな。もうこれ解けたらもう良くない？これ解けたやつはもうレイトマスターってことで。無理だわ。やべ、ひらめきコインねえし。ちょっとひらめきコインいっぱい集めてくる。ひらめきコイン4枚あったら、あの残りの2問のやつのヒント全部見れる。コインこじきしてくるわ。あ、ナイスナイス、オッケーオッケーオッケー。ありそう、あと2枚、あと2枚。あ、コイン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 。あ、オッケーオッケー、あと1枚、あと1枚で全部見れる。来たか。おっし、
そしたらこれ持ち帰って、これヒント全部読むわ。すぐ行きますよ、周りにも思えるが、同じ形に戻らないように気をつけていけばなんとかなる。なんとかなるって言ってるよ。最短81点。ヒントの出しようもないが、コツと一つ、脇のマスは2個である。やってみるしかないなどだ。せっかくひらめきコインで聞いてくれたらね、豆知識を。これは箱入り娘と呼ばれる古典パスのアレンジである。どうでもええわ。で、実質得たヒントがこの最短で81手かかるっていうのと、空きマスは2個だから、それをセットになるように。でもなんかそれいい、意外といいヒントかもしんねえな。最短で81手らしいね。なんかそれ終わりってことじゃん。なんかコツみたいなものを掴んだ説あるんだよな俺実は。いや逆にだってさ、これ簡単じゃない。だって簡単じゃねえか。簡単なわけねえわ。動き制限されてるからこそ、やることは前回のやつで少ない気がすんねんな。動画開いてもさ、上下には開かなくない？あーでも開くのか、開けようと思ったら。あ、こうやってでも赤いやつが上下に動くことはないんじゃないか。これできたらすげえよな。前のやつでも発狂しそうやったもんね、正直。あ、でも赤いの動かせるか。あ、いけ、あ、待って、赤いの動いた、ついに。ついに赤いのが動いた。こういうパターンがあるってことは、まあ地道しかないか、じゃあ。多分だけど緑が分断した時点でアウトな気がするんで。こんな感じで、あ、いけそうじゃね？無理これ。なんか、意外と、意外にも出せるか。意外にも出せる。なんか青をなんかひとまとめにできねえかな。青を頑張って、なんかこんな風に、青こんな風にしてひとまとめにできねえ。俺結構今頑張ってるぞ。あーダメだ。ここ詰まったか。これダメだ。動かねえか。うわーダメだ。いや、緑はセットじゃなきゃダメだこれ。緑分断しちゃったらなんか、取り返しがつかない気がする。なんかいける気はする正直。1000手かけるよ、1000手。1000手かけてでも俺は攻略するぞ。だって、レイトン教授がいけるっつってんだからいけるよな。あのレイトンさんが。あのレイトンがいけるっつってんだから。だったら行ってやんなきゃな。なんかもう一歩じゃないこれ。無理かなこれ。なんか、あ、いけ、あれちょっと待って、待って、いけるかも、いけるかも。この緑邪魔くすぎる。これだって青のブロックを一番左に寄せれたらめっちゃスペースできるでこれ。そのあと一個ができねえ。でもなんかいける、この状態からいけないわけがない。いけた！いけたみんな！あ、これいったわ、多分。いや、ダメか。あ、いける？うわ！これ、どうするこれ、紫を背中にすればいいんだ、でも。俺たちを背中に持っていけばいい。逆にこう言って。
まさきさんが動きやすいように。まさきさん、おい紫、ちょっと動け、頼む、動いてくれ。ってこの状態からいけるはずやぞ。無理これ。紫がちゃんと動けるスペースを作ってあげたら。え、無理なんか。無理なわけないと思うんだけど。え、この状態最後どうなればいいんだ。紫が、わからん。緑が紫挟むような形になれば OK やわ。作れる、それ。作れなくない？ちょっと待って。緑が紫の裏側に回ってこなあかん。どうやってもイタチごっこになるもんな、これ。この辺に紫来て、上に緑が来ると、赤が綺麗にスポーンっていける。めっちゃ惜しいとこに来てるはず、これでも。待てよ。なんとかしてみせるよ、俺は。なんとかならん。はあ、キモすぎこの問題。お、どうだ？あれ？あ、いける！あ、え、みんな！できた！緑と、緑で紫挟める状況になった。うわ、できたわ！ 1568 点。どうでしょう？解けましたよ、先生！ 1568 点の、激しい戦いにピリオドを打ちました。お見事、古典的なスライドパズルである。もういいでしょ。俺これの最後のヒント見て、いいヒントが来なかったら俺は切断する。土地全体の中心が4つに分けると分割線中心にもなる。ヒント2で引いた分割線と中心の分割線を頼りにいろいろと試してみよう。土地全体の中心が4つに分ける分割線中心。ちなみに右下の家と井戸は同じ分割。あ、じゃあ右下確定なんだ。分割さんってこういうこと？だから井戸同士、家同士は絶対分割じゃん。中心が4つに分ける分割さんの井戸。じゃあここまで確定ってことでいい？だから問題はこういうパターンもあんのか。こういうパターンもあるわ。それがこうなのか。こういうパターンもあるね。中心線が分割線になるってのでも大きなヒントじゃね？あれ？井戸の位置が、井戸の数が違う。ちょ、待って、一回さ、赤い形で、赤の井戸の家が、1239だから、まあ、てか、上と同じしてみるか。上と同じしかもいけそう。ここへこませて、こうか。うん。で、四角にして、これこう。おい、いけたんじゃない？これ。ここ、こう、もう一個こうか。1,2,3,4、こう。あ、9だ。9、9、9。いけたかもしれない。これでどうですか？あまり使いやすい分割には見えないか。なんかUNO の何でもいい色のワイルドカードみたいになってるわ。
ちょっと待って、これであなたは全ての謎をコンプリートした。どうやらあなたは私の知力を匹敵するものを持っているようだ。ところで週刊謎図鑑の通信の謎は全て解いたかな。こちらにも名前が揃ってる、ぜひ楽しんでほしい。皆さん、全ての謎を解きました。レイトン実況、レイトン教授不思議な街実況、これでとさせていただきます。またお会いできるまで。そしてみんなもスマホ版で週刊謎通信やってみてください。ありがとうございました。